はい、どうもこんにちは、池田の杉です。さあ今日もねやっていきましょう。ドラゴンボールと頑張るというわけで、はい、さあ一応始めっか、一応始めっか。でだなんかね、はい、朝見たらなんか新しいガシャ始まってたんですよ。これかドカンフェス、この何この2種類、何だっけ名前、悟空の何だ何だ、これ、奇跡の覚醒スーパーサイヤ人と孫悟空、これとか、まあ、この辺りのやつが出てくるやつ、それかこっちね、はい、不屈の覚醒スーパーサイヤ人とベジータ、他のキャラとか違うんだな、うん、まあ、こういうやつが始まっております。2つとも実は持っていないんで、今日はちょっとこの会社、やろうと思います。ただ3回しかできないんで、とりあえず、これはいいや。いや、後でやろう。はい。どうしよう。2回やろう。はい。でまずとりあえず、こっち悟空の方からいきます。出るかな、出るかな、一か八かだ、せーの、出てる。これで一発で出てくれれば嬉しい。とにかく LR のキャラ全然持ってないんで、まあ、まだ、はい、ランクも低いんでまあいいんだけれども、そうですね、欲しい、こいつを LR に育成していこうっていう悟空が欲しいです。トランクス結構持ってるような気がする、ね、なんだこれは SSR 魔人ベジータ、ユーザー人間18号持ってるんだ、これは違った、絶対違う、ああまた同じか、これは？はい、絶対違うシルエット、おお、何かと思った、これは、ああもう一回いきます、もう一回、あと2回しかできないんだ。これですね、悟空ゲットしたらベジータ、よし、バイバイみんな、ベジータっすよ、これは、どうでもいいようなやつが、これは、違うな、はい、実用、これも違うっぽい、やっぱり違う、セル、次違うな、違うな、はあ、また違うな、これもセル、はい、これはベジータっぽい髪型、やっぱり、はい、ベジータ、ベジータ、どうしよう、悟空で行くべきかベジータで行くべきか、あと1回しかできないから悟空で行きましょう、はい、これで悟空で行ければ、まあやっと悟空をちょっと育成ですよ、 LR 目指して、ラスト1回っすよ、これ
これを、あ、はい、これも絶対違うシルエット、うん、違うな違うな、これ、うん、はい、うん、はあ、違う、絶対違うシルエットだし、俺もなんか違うっぽい、うん、違う、誰だよお前、終わりっす、終わったよ、自分考えたらこれも、うん、どうしよう、こっちもできるんだ、あと3回行くぞ、できるんだ、行こう、そうだったらそのまま行く、ベジータ来い、とりあえずベジータからでもいいから来い、1か8かだ、3、なんか来そうな気がしてきた、なんかなんかいいの来そうな気がしてきた、これはトランクス、これは悟空、うん、これはトランクスか、うん、これは、ああフリーザさん、これは、あ、持ってる。これは？うん。19号。ああ。悟空。うん。はい。あと2回。うん、で、途中で電話がかかってくると、ゲームのとか消えちゃうという、うん、そういう問題が発生しておりますが、まあ、そこは申し訳ない。このまんま行きます。あ、足りないんだ。やっぱり。あ、一回無料？はい。あ、そ、じゃあ、行こう。悟空。一回無料があった。そうだ、あったよ。さあ、今度こそ。これは何？あ、違う、悟空だ。頼むよ。うん、全然違う。これも違うっぽいな。うん。知らないよ、こんなやつ。フロスト。うん。これは？ああ、さっきも言ったな。ほんでも違うな。あ、亀仙人か。違うっぽい。ああ、なんか、ちょっと、厳しいんだな、結構。ああ。来てよ。これ、ダメでした。はい。ね、あと388時間あるんで、頑張って挑戦していこうね。ちょっと、これでまた、プレゼント受け取りで、違うか。うん。あと388時間、とにかく、あと388時間あるんで、うん、ちょっと
また石集めて頑張っていこうと思います。欲しいんだよ。本当に持ってないから。うん。LR まで育成できるやつ欲しいんだけど、欲しいんだけど、今回は出ませんでした。はい。というわけで、また引き続き頑張ってきますんで、応援のほどよろしくお願いします。で、よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。